ちょっと本当にピッチャーの交代をお知らせいたします。でしょう、腹くくってといいますかね、もうそれ一本で思い切って絞って打ちに行きましたよね。さあ、そして1点リードで松井裕樹です。松井は一昨日のゲーム、はい、リリーフ失敗に終わってね、ありましたね。そして、まあ、すぐさま、はい、これは相手は違いますけれども、はい、まあ、松井にとってはこうリベンジ登板、はい、じゃあアウトコースで構えます。見逃し三振、先頭バッター矢沢三振でワンアウトです。ライトに上がっています。田中和樹、足が止まります。代打ハンソン、ライトフライで2アウトになりました。なるところだなっていう気がします。さあ、初めて松本剛に対して今フォークを投げました。かもしれません。持ってますね。ですよね。そうですよね。いや、今井コーチ今日連敗止めたウィニングボールが忘れました。そうですね。連敗ストッパーになりました。